ゆっくりドラム講座、0円で始めるドラム演奏。ドラム教室スクルド講師のレイです。今日は0円で始めるドラム演奏を皆さんに伝授します。まず最初に大事なことを言っておきます。ドラムの演奏に才能やリズム感は必要ありません。手足をバラバラに動かす必要もありません。ミュージシャンが言うドラムセットに座ってすぐ8ビートが叩けたとか全部嘘です。楽器の演奏に必要なのは努力です。上手い人はみんな、言わないだけでめっちゃくちゃ練習してます。練習さえすれば誰だって上達します。才能とかそういうのは関係ありません。では早速始めましょう。今日伝授するのはこれです。口で言うとドン、タン、ドン、タン、ものすごく基本的ないわゆる8ビートです。解説するとこうです。ドンの時は右手で叩いて同時に右足で踏みます。タンの時は右手で叩いて同時に左手でも叩きます。これを繰り返すだけです。ねえ、簡単でしょう。ドラムセットもスティックも持ってないよというそこのあなた、ここで朗報。ドラムの練習にはスティックもドラムセットも必要ありません。必要なのはあなたの体だけ。スティックもドラムセットもいらない。素敵な練習方法を伝授します。まず服を脱ぎます。そして椅子に座ります。椅子に座ったら膝の上に手を置きます。自分視点で見るとこうです。手を動かすときは手の付け根を膝につけたままパタパタと動かします。左手も同じです。次は足の動かし方です。足はかかとをつけたままつま先を上げ下げします。左足を動かすときも同じです。これが練習するときの基本の形です。では、ものすごく基本的な8ビートを一緒に叩きましょう。ドンのときは右手と右足を同時、タンの時は右手と左手を同時。これを繰り返すだけです。ドン、タン、ドン、タン、ドン、タン、ドン、タン。これの繰り返しですね。大切なのはゆっくり繰り返して練習することです。この動きができるとあら不思議。スティック持ってドラムセットに座ると8ビートが叩けます。ドラムは体を使ったパズルみたいなものです。動かし方さえ知れば、ねえ、簡単でしょう。